足柄は、海上自衛隊の護衛艦。アタゴ型護衛艦の2番艦。艦名は、足柄山にちなみ、旧海軍の妙高型重巡洋艦の3番艦。足柄に続き、日本の艦艇としては2代目。足柄は、中期防衛力整備計画に基づく平成15年度計画7700トン型護衛艦2318号艦として、 三菱重工業長崎造船所で2005年4月6日に寄港され、2006年8月30日、銅造船所において挙行された命名、浸水式において防衛庁長官により、足柄と命名され、浸水、2008年3月13日に収益し、第4護衛隊軍第64護衛隊に編入され、佐世保に配備された。同年3月26日、 護衛隊改編に伴い、第二護衛隊軍、第二護衛隊に編入。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による、東日本大震災に対し、災害派遣される。同年7月4日から9月29日の間、米国派遣訓練に参加。2012年12月10日。 アメリカ国防総省は議会に対して日本向けに最新のミサイル防衛システムの売却を通知する。足柄は同警官のあたごと共に導入される見込み。2015年8月18日から9月9日まで米国において実施される統合訓練ドーンブリッツ15に総海大軍司令式の下護衛艦ヒューガ輸送艦 国崎とともに参加し、水陸両用船訓練を実施した。2017年4月23日から、護衛艦、サミダレと共に、アメリカ合衆国海軍空母、カール・ビンソンを中心とした、空母打撃軍と共に、西太平洋海域で、共同巡航訓練を実施した。同年6月1日から6月3日、日本海で、アメリカ海軍の空母、カール・ビンソン、 ロナルド・レーガンを中心とする、空母打撃軍、両艦、ヒューガ及び航空自衛隊 F-15 と、共同訓練を実施。同年7月3日から2018年末までの間、三菱重工業長崎造船所において、定期検査と BMD 能力付与及び、対戦システムの近代化工事が行われた。しかし、アタゴに搭載された案、 SPQ-9B 対水上レーダーは装置の納入遅延により後日装備となっている。2020年年8月1日から9月18日にかけて護衛艦伊勢と共に令和2年度米国派遣訓練に参加する。米海軍の協力を得て対空戦対水上戦対戦戦等の洋上訓練を実施するとともに、 8月17日から8月31日の間は、米海軍が主催する多国間共同訓練リンパック2020に参加した。9月12日から13日の間は、グアム島周辺海空域において非米合間、共同訓練を実施した。米海軍からは、駆逐艦、バリー、補給艦、ジョン・エリクソン、潜水艦、航空機、豪海軍からは、フリゲート艦、 アランタ、スチュワート、韓国海軍からは、駆逐艦、た武た李春新、西、り成うが参加し、対空戦、対水上戦、対戦戦訓練等を実施した。2021年5月11日から17日に、かけて、護衛艦、伊勢、朝日、コイ号、輸送艦、大隅、ミサイル艇、大高、白高、哨戒機、潜水艦とともに、東、 シナ海において非米豪仏共同訓練に参加する。米海軍からは、ドック型輸送用陸艦、ニューオリンズ、合海軍からはフリゲート、パラマッタ、仏海軍からは強襲用陸艦、トネール、フリゲート、シュルクーフが参加し、防空訓練、対戦訓練、着上陸訓練を実施する。現在は、第2護衛隊軍、第2護衛隊に所属し、定型校は、サセボである。 ありがとうございます。